武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は大分大学の物理の勉強について話していきたいと思います。物理ですが、時間が90分で大問が4題出題されております。で、特徴としては、毎回図を書く、グラフを書くような問題、出題されております。で、ただこれはそこまで難易度が高い問題ではないので、標準的な問題集を仕上げていれば、苦手でなければそれでも十分対応できる程度だとは思います。で、基本的にやっとかなきゃいけない難易度に関しては、陽門の風など、標準的な問題集、しっかり一冊仕上げておく。で、物理でそこまで点稼ぐって場合じゃなければ、日大レベルの参考書でも、十分対応できる。それこそリードライトノートなどですね。でも、対応はできるかと思います。ちゃんと記述で答えられればという形にはなりますけれども。で、先ほど言ったその、図、グラフを書く問題に関しては、過去問やり込んでいて、それで問題集とそこだけで、いけるのであればそれでよし、ちょっと厳しいなという場合には、高校立標準問題集、キャンパスなどを追加して、記述の練習、やっておくと、いいかとは思います。難易度自体がそこまで高くない分ですね、ちゃんとミスなく、答えを持っていけるように、練習をしておくというところですね。こちらをしっかり、やり込むように心がけてください。以上が物理の勉強となります。